はい、おはようございます。8月16日月曜日朝5時35分です。まだ相場は動いてないんですけども、ドル円の相場解説やっていこうかと思います。まあ今月はですね、セルの方に向かっていくんじゃないかなということで全体像をお届けしましたけども、その中でも先週はですね、この1週間は大きく値段を下げた週になりました。そして今週はですね、また値段が下がるんじゃないかなと思っております。もちろんすぐに下がるんではなくて、一回上がって下がる、こういったね N の動きもありますので、じゃあ下がるよっていうからね、すぐにセルをかけていいもんではありません。きちんとエントリーポイントを理解して設定してですね、ロスカットラインを引いて組み上げて上がるのか、そのまま下がるのか、ここを見誤らないようにしなければなりません。それではね、画面を切り替えてお話していこうと思いますので、いつものようにこちらの方をどうぞ。はい、これ週足ですね。週足が下の方に触れているのは、まずね、エリオット波動から見てみましょうか。こういう風に始まっているんですよ、エリオット波動がね。第3波があって、推進波が完成して、そして調整波がこういう風に終わると。で、この頭をですね、抜けるように、もう一回頭、こちらの方を抜いていって、そしてそこから下がっていってるわけなんですよね。で、まさに、この1週間は、この上髭を作って、下に大きな実線を持った陰線を形成したっていうことで終わっていると思います。まだこれ形成中ですけどもね。そして、この、次ですね。週足が終わったらデイリーを見ていきましょう。これがデイリーなんですけども、特徴的なのは、この、一本ですよね。直近の一本は大きな陰線になってます。で、その前も陰線陰線で、上髭を出した陰線がここにあります。これがきっかけになってるわけですよね。そしてですね、上の方はピタッと揃ってるわけなんですよ。で、お話したように下の方はこういうふうに広がりつつある。まあですので、まあ予言としてはね、予言というか予告としては、こういうふうに私は推測したんですよね。広がりながら上下。で、上は揃いながら下に落ちていくと。だから、こうなった後、さらにこの辺りまでね、行くんではないかなと思いますけども、こっからいきなり行くのか、それとも一旦上に上がってから勢いを下げて、下に行くのかってところを見極めましょうってことですよね。なんかおそらくそのまんまセル一週間続けていくんじゃないかなと思いますけどね。まあわかりませんから、それは。これが4時間足なんですけども、通常ここの力点を抜けると、際限なく上がっていくものなんですけども、まあ、ここでね、またトレンド転換を落として、下に行って、横ばいを作って、トレンド転換してるわけですから、さらに下に行くしかないということで落ちていったわけですね。で、私が思うところ、ここを目指すのが、まず最初かなと思いますね。このポイントを目指して、落ちていくということですね。ただ、抵抗はあります。例えば、ここ、ここ、ここ、こういったところの抵抗がありますので、今、まさに、そこにいるのかなっていうところと、これを抜けても、今度はね、強い抵抗がここにありますので、ここで跳ね返されて、一旦上に行くことも考えられます。もしかしたら、上に行きっぱなしということもね、ありますからね、何が起こるかわかりませんから。ですんで、仮説は引くけども、それが絶対ではないってことをね、よく心に留めておかなければ、思わぬ落とし穴にはまります。1時間です。1時間お話した通り、ここでトレンド転換を落として、下に行った後、横ばいに入って、さらに下に行くっていう流れが完成したということで、この辺で一旦ね、利確をしましたよね。あとは寝てる間に大きく下がったんで、ここはね、深夜型の方は、ものすごく得をしたんじゃないかなと思います。で、一旦ここで、多くの方が利確したんで、赤い線がちょろっと出てますよね。で、今週の動きは、この利確組が多いのか、多いとこの辺まで上がります。で、改めて、ドーンと下がっていく。ってことになりますね。ここを見極めるのが月曜日の役割だと思いますので、今日しっかり見ていきましょうってことになります。あれ?ちょっと待ってくださいね。大丈夫か?大丈夫か?はい。じゃあ、今週もセルの方で一週間を見ていきたいと思います。セルの一週間の中でも、倍に入る時もありますんで、むやみやたらにセルでエントリーすればいいってもんではありません。で、先週はですね、エントリーポイントを明確にお話ししたんですけども、今週はまだ見えてませんから、ご用心ください。全体としてはね、セルでいいと思いますけどもね。ただ、倍の瞬間もあったり、エントリーする最適な瞬間がありますので、最大限の利益を伸ばして、そしてリスクを最小化するために、月曜日しっかりと見ていきましょう。それでは。
おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、8月17日、4時28分ですね。今月の指針は3つほどちょっとお伝えしようかなと思っております。今月はですね、まあ、セルで行くよってことを最初に申し上げました。そして、2つ目なんですけども、ブレイクポイントは、110円の335でしたよね。110円の335を割ると、そこからはセルがぐっと進むんで、ここに備えておきましょうというふうに申し上げて、結局110円の335を割ったわけですよね。それから現在、価格がですね、109円の229ということで、1円以上下落に向かったわけですよ。いや、これほど明確な、指示の仕方はなかったと思いますね。もう今回はほとんど指示でしたよね。私の相場解説よりも、ここ終わったらセルで入んないと、もう、得しないですよと大損ですよみたいなことを申し上げました。本当に綺麗にピタッと決まりました。で、3つ目はフォーメーションなんですけども、フォーメーションについても私言いましたよね。上は同じだけども下はこういう風に広がっていくよっていう、こういう風なね、放射状に広がっていくようなフォーメーションでした。今日もね、そのことをちょっと織り交ぜながらお話ししていこうかと思います。まだまだセルの方続くんじゃないですか。こちらです。はい、今まずデイリーを見ていただいてますけども、3点目に申し上げた放射状のなんとかかんとかっていうのはこれですよ。ここを線引くでしょ。ここはだから横に揃ってるわけですよ。でもあとは下の方がこうやって広がりながらいってるんですよね。つまりここからトレンド転換を起こして下の方に行ってるわけなんですけども、もう上は行くところがもう決まってるんですよ。でも下はどんどん広がってるんですよね。上は行くところ決まってる、下は広がっている、この流れで一旦で、ここで私が言ったんですよ。もう一回下がりますよと。かなり下がりますよと。でも、一応用心のために、110円の335まで下がることを確認して、そこからセルで入りましょうっていうふうに申し上げて、今月進めてきたわけですよね。で、一発目にドーンと下がりました。まだ、下落の余地がありましたんで、このあたりまで。ですんで、もう一回セルに入りましょうというふうにお話したら、セルに行きましたよね。だから最後のチャンスです、あとは。ここまでに。達するのにね。もう一発セルが来ますけども、ここまでで大きな利益を取った方は、もう見てるだけでもいいと思いますよ。3発目を無理に行ってね。結局、絶対こうなるとは言いませんから。ただ、ここまでうまくいったんで、ここで利益確保して、あとは見てるだけっていうのが賢いですよね。ただ、リスクを負いながらもう最大限取っていきたい方は、ここからもういっぱい、セルを入れていく必要があると思います。ただ、今までね、どうしても勇気がなくて入れなかった方は、もう一回、こっからセルに入っていくってことを決めてもいいんじゃないですかね。もうすでに勝率は五分五分になってますけどね。だから最初からリスクリアードのいいうちに入っとかないと、なかなか投資は勝てないですよね。よろしいですかね。はい。じゃあ次は4時間見ていきます。ね。月の始まりにセルで行くよという方針を申し上げて、どこからセルに入るのか、110円の335ですよと。で、そしてフォーメーションの方も先ほど見たみたいにね、お知らせしていると。これでついてこれないんだったら、もう私の相場解説見てもしょうがないと思いますよ。いや、かなりの利益ですよ、今回は。ね、8月にふさわしくない利益です。通常ね、8月ってのは利益が取りにくいんで、あんまりやるなって言われるんですけども、まあでもね、ここまで明確に8月の方向性が決まってるんだったら入らないとね。で、4時間の方を改めて言いますけども、トレンド転換が始まったのはここです。ね。転換するよって申し上げて転換しましたよね。で、ここでぐちゃぐちゃぐちゃと横ばいになったでしょ。一旦下がって横ばいの後は大きく下に下がる可能性があるよっていうふうな申し上げました。そして、110円の335はまさにこのボックスの下のあたりなんですよ。ここね。ここを割ったら大きく下に下がるから備えてくださいよってことを申し上げました。そして N を書いてもう一回下がるんじゃないかなってところで、こういうふうな形になってるわけなんですよ。この N につきましては1時間で、はっきり見えると思います。ね。そしてセルの流れは少なくともここまで続くというふうに思っておりますんで、ここまでね。だから今相場解説を見て、これからエントリーしようとするんだったら、もう今エントリーしてこのセルを狙ってください、セル幅を。もちろんリスクはあります。絶対にそうなるとは言いませんけども、かなり高い確率で今からセルに入っても勝てるということを申し上げておきます。価格は108円に、ね、プライスはね、108円の方まで食い込むと思いますよ。では、1時間の方行きましょうか。はい、1時間ですが、トレンド転換をしたのがここ。一旦下がって、横ばいのボックスを書いて、110円の335、ね、ですね。ここ見てくださいよ。ここは345ですからね。まあ、ですので、おおむね、このあたりってことです。
ここをブレイクしたら大きく下に下がるって言いましたよね。で、昨日は一旦組み上げて下がる可能性もあるよってことだったんですけども、そうなりました。ね。そのまま下に行くこともあったんですけども、一旦組み上げて N を書くようにして下がった時、こういってのは、下がり幅が大きいはずなんで、移動平均線を見てもお分かりになる通り、もう一発、ここで N を書いてますから、もう一発下にね、大きく下がると思いますんで、迷ってる方は、きちんとロスカットラインを引いてね、リスクがあることを確認して、こっからセルに入ってみてください。ということでね、今月の相場解説も、バッチリ綺麗に決まりましたね。私はね、ほんとロットを3から5に変えてますんで、相当な利益、今回取れてます。多分単月で100万以上の利益が取れたっていうのは、多分ね、FX5 年目なんですけど、初めてじゃないかなと思いますね。単月100万ですよ。まあ他にもね、なんか、わけわかんない時に、たまたま取れたっていうので、400何十万ってのあったんですけども、それはあくまでもこの5年間でたった1回ですから。それは本当偶然ですから。今回は戦略と戦術をきちんと積み重ねていって、きちんとそれが正解して、で、正解に基づいてロットを増やしていって、ドンですからね。かなり自信がつきましたね、今回はね。皆さんも今月の相場解説、非常にわかりやすかったんじゃないですか。結果もついてきますね。よろしかったら1週間一気見の方でまとめてますんで、そちらの方も一回ご覧いただければと思います。それでは、セルに入ってみてください。はい、おはようございます。8月18日、朝5時の相場解説になります。昨日までね、3つの点についてお話ししておりました。まあ月間でずっとセルの方に向かうよということ、そんな8月の動き、そして110円の335がブレイクポイントになりますので、そこを割って下の方に向かったら、迷わずにセルに入ってくださいということで、大きな利益を掴んでいただいたと思います。そして3つの点なんですけども、3つ目の点はフォーメーションですよね。こういうふうに広がりながら、下の方に下がっていくって形。要するに、上底って言って、上の辺はね、もう限りがあるけども、レジサポラインがまっすぐ横にできてるけども、下の方はですね、なだらかに開かっていくっていうことですよね。これを昨日お話して、それを確認しました。ですんで、まだまだね、セルの方に向かうよっていうことで昨日はお話したんですが、こっからは、また N を書いて、一旦上を上がってね、下に行く可能性もありますし、やっぱりね、フォーメーションっていうのも、なかなか当てにならないところがあるんですよ。要するにフォーメーションっていうのは今までの形から将来の形を占っていくって形なんですけども、その蓋然性が強いというだけでそうならないこともあるんですよね。まあですんで昨日の時点ではロスカットを入れてエントリーする人はエントリーしてくださいねってことをまた厳しく繰り返しお話したわけなんですけども、いかがなったでしょうか。実はですね、昨日は上昇局面がありましたんで、ちょっと一旦休むところになったと思います。ではその辺も込みで今日はどういうふうに対応していけばいいのかお話していこうかと思いますので、画面を切り替えてご覧ください。どうぞこちらです。まずデイリーなんですけども、デイリーでまず見ておかなければならない点は横一線のところがありますよね。そして広がっていくところ、こういう風な感じです。まあ、だから、このダウントレンドは、ここで一旦陽線で昨日はまとまってますけども、またもう一回下に行くんではないかなってことを考えていかなきゃならないってことですよね。だから、今度はね、またセルのエントリーポイントを見ていくってことになります。セルのエントリーポイント、どこら辺になりますかね、まず考えられるのはここですね。こことここを結んで横にビューっていくところです。ですんで、今からセルに入るのもちょっと考えものですし、もうちょっと様子を見た方がいいのかなと思いますよね。まあ、レジサポ転換起きてるわけではありませんから、これはね、ぐーっとセルの方に行った人が、利確をしたので、相対的にバイの流れが強くなっただけなんですよ。ですので、この場合も、まあ、ロスカットとかね、巻き込んでいって、また反転する時が来ますから、そのポイントがここなんじゃないかなと思うんですよ。でそうすると、ここからまた下がっていくということですので、109円の、まあ、720から825のあたりでエントリーポイントが来るかなと思ってます。で、もう一つなんですけど、考え方としては、1時間に現れているんですよね。1時間に現れているエントリーポイントはここですね。ですね。もう間近です。109円の750あたりまで、この、えぐれは、進むんではないかなと。そして N を書くように、またね、トレンドの方向に、進んでいくんではなかろうかっていうふうに考えることもできます。ですので、今日中に見なければならないのは、109円の750まで達するのか達しないのか、これをどういうふうに突き破っていくのか、それとも反転するのかっていう、まあ小さなね、ポイントが1個あるってことですよね。
ということでね、大きな利益を連続して取った後、昨日は、私の場合は解説はしたけども、エントリーはしませんでした。まあ、それが構想して、やっぱりね、1回、2回と連続して当たると3回目はね、ちょっと考えますね。場合によっては3回連続で勝利することもありますけども、そうすると4回目は私はエントリーしません。だいたい3回やってうまくいったら、もう4回目は予測だけしてやらないみたいなね。で、3回凹まされたら4回目は相当自信があっても、4回目も様子を見るって感じで、良きにつけ、悪しきにつけ、予想通りに行き過ぎた時、予想通りに行かなかった時、どちらも冷静さを欠いていく、そのボルテージが上がってきますので、一旦相場から離れてですね、エントリーしないことを前提に1日見ると、またスッキリとした気持ちで仕切り直せるんじゃないかなと思います。それが今日のことなんで、また冷静にお伝えできました。一旦上がってますからね、またセルのエントリーポイント探していこうよってことで、今日は2つの点をお話ししましたけども、いかがだったでしょうか。1時間軸でのセルのポイント、4時間軸でのセルのポイントをお伝えして、今日は終わりにしたいと思います。まあ、ですので今日はね、私エントリーはしますね。売りの方で。うん。そんな水曜日にしようかと思います。それでは失礼します。こんにちは。速稼塾の久保です。まあ、FX の相場解説になりますけども、今日はね、8月19日、ちなみに時間は4時43分です。まあ、FX ってのは、基本的には、まあ、理論と理屈、基本的な言葉と概念を覚えておけば、まあ、それでね、勝率は 5.5 から、まあ、だいたい 5.5 対 4.5 とかね、まあ、4対6の方に行くことができますんで、勝つことはできる。いわゆる、負けずに済むような形は取ることができるんですよ。しかしですね、やっぱりね、私たちは、勝ちたいですよね。勝ち越したいですよね。そして、資金が少ないところからやってますんで、4対6ではとてもじゃないけども、自分の生活費を稼ぐのはいつのことになるんだろうかと思っちゃいます。まあ、例えば私はロット1から3、多い時には5でいつもやってるんですけども、ロット1っていうと、だいたい1回のエントリーで1万円を勝つことが目標になってくるんですよね。で、最終着地が5000円だったり、たまにイレギュラーでね、10万円とかってこともあるんですけども、基本的には1エントリー1万円を目安に勝負してます。でもそれは私の資金量が100万円投入して FX をやってるっていうところもありますし、1ロットってのはなかなかね、きついと思いますよ。大抵の方は 0.1 とかじゃないですかね。0.01 から抜け出せない方もいると思うんですけども、やっぱりね、最初は 0.01 です。そこからなんとか、少なくとも 0.1 とか、0.2 の方までいかないと、副収入っていうところにはならないんで、FX への情熱が冷めていくんではないかなと思うんですよ。じゃあ、基本的なことがクリアできたら、次はどういうふうなことをしなければならないのか、どういう時に基本、いわゆるセオリーが通用しないのかっていうところを見極めていかなくてはなりません。徐々にオリジナリティの投資になってくるわけですよね。まあ、ですので、基本はみんな同じことをマスターするんですけども、そこから自分なりの方法が芽生えてくるようになります。それが、4対6であったり、7対3を作り出すのかなと思いますけども、私の場合はリスクリワード 1.3。この辺からもうすでにオリジナリティが出てきてるわけなんですよ。そしてもう一つ繰り返し申し上げますけども、勝率は 4.6 でいいというところですよね。資金量がそこそこあったら、4対6の勝率でリスクリワード 1.3 ができるわけなんですよ。そこで月収100万が目指していけるのかなというところでございます。もちろん私、FX で月収100万っていうのは、今まで5年間やってきて数回しかないんですよ。ですので、基本的には今ね、100万円を使って毎月20万から30万円をどのように作るかっていう風な勝負になってきてます。その中で年間で1回ないし2回100万円を超える売り上げが作れる月があれば、年間で私の目標としている年間所得1000万円が FX のみで構築できるというね、そこに行くわけなんですけども、まあ今のところね、5年間 FX やってきて1000万超えたことってのが1回しかないんですよ。それは昨年です。ですんで、少しずつなんですよね。1年間で100万円か200万円所得を上げるのが、まあやっとですよね。で、2年目っていうのは400万円ぐらいだったんですけども、そっから3年経って、やっとね、1000万超えて、今年は1000万超えないような気がするんですけども、うん、まあまあ、でも最終着地700万円ぐらいの利益が取れればね、課税を半分と考えても350万残るんで、まあなんとか、格好はつくかなってところに来ております。前置き長くなりましたけども、今日はね、昨日までのセオリーとか予測っていうのを一部裏切る形になりますんで、その辺も合わせてご覧ください。新しい、これからのフォーメーションを作っていきます。それでは、画面を切り替えて見ていきましょう。どうぞ。まず、デイリーなんですが、
まず一番最初にね、私が考え方を変えないといけないと思うのは、こういう風に来て、広がりながらのっていうところですよね。私ここでね、ちょっとね、改めて、広がりながらをもう終わりにしようかと思います。これからですね、レンジです。完全なる。普通のレンジになると思ってます。こうですね。まあですんで今、陽線が上にビューンと上がりましたよね。これ今ちょうどこのレンジの真ん中辺にあるんですよ。だからここからのエントリーはあんまり賢くないんで、下に伸びたら、この辺りで反転を狙う。上に伸びたら、この辺りで反転を狙うっていう風な、普通のレンジ戦略に変えていこうかと思います。はい。通用しなくなったと思ったらすぐにね、戦術を切り替えていくわけなんですよね。そしてね、トレンド転換をちょっともう一回説明しましょうか。トレンド転換をして、ここから始まったのが、転換して上に行くと。で、ここでもトレンドを転換して、それに早く気づけたんで、下に行ったのが、ここの揉み合いの後さらに下に行く、110円の335っていうブレイクポイントが引けたわけですよね。その後、上に上がって、この辺りの揉み合いで、さらに下に行くようでしたら、さっきの広がりながらの、こういうフォーメーションですよね。日足のこういうフォーメーションは維持できたと思いますけども、そうはならなかったんで。上の方に行っちゃったんで、今日冒頭で申し上げたようなことになるわけですよね。これはどのようになるかというと、おそらくね、収束に向かうというふうに私は考えますね。こういうふうに。ここでしょ?だからこれの伸びたのが上の方に行っても、ここを越えずに、例えばこの辺りで、この辺りで、あれ。この辺りでね、下の方に向かうってことを繰り返して、だんだん収束していくんではなかろうかというふうに思ってるんですよ。4時間ね。で、方針だから変わったでしょ。揉み合いがあって、トレンド転換とかもう見えませんけど、揉み合いがあって下に行って、それが今上昇しているところなんですけども、まあ、ここまで達することはないですね。その直前で下の方に向かうと思います。そして、下はどこまで行くかというと、ここに達することはないと考えてます。そこに行くまでに内側に入ると思います。こういうふうに方針転換を今日は測りました。収束に向かってまたブレイクってところが来ると思うんですよ。それまではちょっと剣ですね。剣学ですね。しっかりと利益も取れましたんで、余裕を持って、このね、木金土と見ていく。そして最終週に繋げていこうかと思っております。そんなことですかね。だから今日19日でしょ ?19、20日と、まあ見る2日間にしようかなと思いますんで、23日以降はまたね、どこでブレイクして上か下に跳ねるのかっていうふうな構想を見ています。もちろんこれね、今日と明日の相場を見ながら、この判断変わるかもしれませんのでね。その時その時ベストの選択をしていくってこと、その積み重ねが私の投資スタイルを作っているのかなってところですね。はい。じゃあ今日はね、ちょっとこう講義みたいになっちゃいましたけども、また参考にしていただければ幸いでございます。いってらっしゃい。こんにちは。速稼塾のコバです。今日の朝の相場解説で、まあ方針変更したよっていうふうなね、タイトルで、お送りしたと思いますけども、その後ね、すぐに、まあ1時間後、2時間ぐらいですけども、エントリーしました。これはですね、上昇トレンドが起きてると感じたからなんですよね。まあその他にも要因はいろいろあったんですけども、今月は全体的にセルという中で、今回バイという選択をね、取ってみました。それでエントリーして、10時からの時間を追ってますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。それでは画面切り替えます。こちらをどうぞ。はい、まずはね、1時間足の10時ですけども、すでにエントリーしております。で、ゼロラインも作りました。ここで緑のところでエントリーしたんですね。で、ロスカットラインをここに引いて、バイでエントリーしたんですけども、ずっと上昇していったところを見てですね、今、ロスカットラインをここまで移動しましたんで、いつロスカットされても、プラスになるよっていうところのゼロライン設定です。で、ロスカットラインをなんでね、ここに設けたかというと、ここですよ、ここに設けたかというと、ポイントは、ここの上底と、ここの上底ですね。ここを、つなぎ合わせて、で、ちょっと上の方に設定したので、こうなりましたってことですよね。そうすると綺麗にですね、この直前で反転して、上昇トレンドを作っているってことになります。誰か来ちゃった。何なんだろうな。
さっき来たばっかりなんですけど。はい、一日に何回もね、郵便物が来るんですよね。だから日中はあんまりね、録画ができないんですよね。はい、じゃあもう一回、どうぞ。ね、こういう風にして、ロスカットラインの直前で V の字を書いてね、まんまと上昇していったことになりますけども、この後、ここを越えて、上昇するようでしたら、上昇トレンドがさらにきつくなっていって、上の方に向かうっていう風に考えてますね。じゃあ次の時間軸を見てみましょう。10時の次は11時に見たんですけども、先ほどお話したように、ここを越えてですね、超えたところです。こういうふうにね、伸びてますよね。上昇トレンドはだからこういうふうに起きているってことになります。うん、まあこれダウ転換とまでいかないんですよ。瞬間的な一時的な上昇ですから、上がったとしても今度はね、ここです。110円の335で反転して下の方に向かうっていうふうに考えてます。はい。じゃあ、まだ利確してないんですけども、次の時間軸、1時間後ぐらいに利確しましたんで、そっちを見てみましょう。はい、これはテイクプロフィットした後です。まんまと、ここを超えて、上昇してましたよね。で、ここで、テイクプロフィットをなぜしたかというと、ね、なぜかというと、上髭を2回連続で出したんで、まあ、この辺でいいかなと思ったわけですよ。まあ、最悪っていうか、最大で110円の335まで待ちたかったんですけども、もうすでにそんな変わんないんでね。ここまで取れてれば。ちなみに、ロットは3だったんで、3万8000円ぐらいですね。3万8000円が、まあ、6時間で稼げたらもう十分かなと思いましたんで、エグジットしました。その後なんですけども、今ね、時間にはい、今度はバッテリーが切れてしまいました。失礼しました。画面を切り替えていきましょうか。じゃあ、こちらです。はい、さっきの続きなんですけども、現在15時6分ですね。だから郵便屋さんが結構来るんですけども、現在、ちょうどテイクプロフィットした後で、下の方に向かってるんですよ。だからタイミングバッチリでしょ。今度は110円の045で反転して上昇の方に向かうんではないかなっていうふうに考えてますけども、まあ今日はもうこれで、私は相場から離れて、あとは明日ね、また新しい気持ちで見ていこうかと思いますけどもね。うん、まあ上昇トレンドですね、ここはね。まあ瞬間的なんですよ。うん、お話したように。まあ今回はだから、110円の335がずっと生きてるってことなんですよ。ブレイクするところが110円の335。ブレイクした後はぐーっとね、下回って V の字を変えて、レジサポ転換で今度 N 字を変えて今度下に落ちるための110円の335ですよね。もちろん110円の335を突き破って上の方に行くようでしたら、そのまま、今度はね、4時間の時間軸も上昇に向かうというふうに考えます。ひいてはデイリーが上昇方面、倍の方に向かうっていうふうに判断せざるを得ないですね。まあ、今回の相場解説は以上のような形でございます。まあ、かなり勉強になる、昨日、今日の動画だったんじゃないかなと思います。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は8月20日になります。金曜日ですね。相場解説に移りたいと思いますけども、昨日どうですかね、実際に私が小刻みにやってる、トレードの方をですね、お見せしたんですけども、あのように短い時間でも、まあ、きっちり大きな利益取れていけるんですよ。で、あれを全部放送するわけにはいかないんでね。いつも朝と、まあ、そうですね。朝1回ぐらいですかね、最近はね。朝1回の、大体、相場解説になっておりますけども、あの後もトレードって続いてますからね。ですので、チャンスがあるなと思った時は私も結構ね、こまめに見ているんですよ。まあ、その結果、反転する直前で入れたり、逆に反転する直前で、エグジットしたりとかしてね、利益を確保して損失を少なくするってことを繰り返して、利益を積んでるわけなんですよ。まあこれが年間で1000万円ぐらいになる内訳になってきます。一日の中でもチャンスがある日はしっかりと腰を据えて、まあ午前中だけにしてもね、チャートの前にいるってことですよね。うん、まあでもね、お勤めになってる方が急に今日はチャートだけ見ようかなってことはなかなかいかないと思いますんで、やっぱりね、ある程度のレンジで見ることになります。ある程度のレンジでどういうことかっていうと、朝1日分の仮説を立てて、その仮説に沿った予約をかけておくとかね。それからエントリーしたまんま、どっかでロスカットを早めにかけていくとか。
それとか、利確を早めにかけていくみたいな感じですよね。リアルタイムにパチッパチッとできませんから、その辺は利益率は悪くなると思います。ただ、4対6で勝つことはできますので、まずはね、負けがないようにしていく、そのトレーニングだと思って、今の時間をお過ごしいただいて、それから本格的にトレードをやろうかなと思った時っていうのは、やっぱりね、時間の自由を確保するってことになります。それが週に1日でも構いませんので、みっちりと今日はトレードをやる日っていうのを作りながら、その日は、できるだけ細かくやるということになりますけども、その細かくやるためのトレーニングをするためにも、日々の1日1回のトレード、1日1回の相場解説、しっかりとご覧いただきたいと思います。私の相場解説で負けることはなくなるはずですからね、もう本当に1年以上私の相場解説でお付き合いいただいている方で、まだね、なかなか思うように勝ててないんだって方は2つの原因があります。1つは基礎用語の暗記不足。もう1つは自分の精神を鍛えてないから、えいやってエントリーできないってことなんですよね。もしくは勇気を持ってエントリーをしないっていう決断も必要ですよ。ということで今日の相場解説をしていこうかと思います。昨日はしっかりと利益を取りましたけども、どういう風に今日はなっていくでしょうか。こちらをご覧ください。はい、まずはね、これは日足ですけども、日足はこういう風に私設定しました。横一線の上底と、あと下底はね、こういう風に広がっていくんだよっていうところ、昨日軌道修正して、これはもう終わったと。これからはレンジに入っていくぞと。ちゃんとしたレンジだぞということで、このように線を引かせてもらいました。ね。こうですね。ここ。と、ここ。で、もう一度、ここですね。この3点に、横一線に引くというところでございます。この3つのポイントを持つのも、なかなかね、今までの基礎の積み重ねがないとできないんですよ。こっちは結構簡単でしょ？こっちはね。同じところに来てるから。こっちはね、結構誰でも弾けるんですけども、ここが弾けるかなって問題なんですよ。多くの方にね。ともすれば、ここに弾いちゃうこともあるんで、まあ、不正解ではないんですけども、ここに弾いちゃう人もいます。髭先を頼りに、この辺りで上昇するきっかけを作ったところですね、ここね。ドーンと、ここまで上昇するきっかけを作ったところです。ただ、上昇するきっかけは、トレンド転換をしている、ここなんだよってことが分かっていれば、ここに、力点を用いることはないんで、この線は引かないってことになっちゃいますね。引くんだったらもうこの辺ですよね。で、私は大きく下がった時に、ここまで行くんではないかなってことで、この力点を今でも意識してます。トレンド転換をしたところが常にポイントになってくるんですよ。トレンド転換ね。さあどうでしょうか？伸ばしてください、これ。不思議でしょ？うん。トレンド転換をしたところ、ここ。トレンド転換をしたところ、ここ。そして、トレンド転換をしたところ、ここもあります。ここがいつ生かされるのかってことですけども、ここを突き破った時に生かされます。ここまで伸びるよ、というふうな目安になりますね。ここまでいいでしょうか。ね、じゃあ4時間いきますよ。はい、4時間の時間軸ですけども、ここでのトレンド転換どこかわかります？ここでしょ？ここでしょ？ここ。もう一個はここ。で、もう一個ここ。ですんで私は4時間は収束に向かってるんではないかなと思ってるんですよ。ね。ですからここ、横ばいに入りますよ、ここから。いいですかね。で、全体像を捉えたら、トレードをする基礎の時間軸1時間に行きます。昨日私はどういうふうに考えたかというと、まあ、全体的にはセルの流れなんですけども、瞬間的にバイも入るんですよ。バイが入った場合は、だいたいここまでの余地でバイに入ることがあります。で、その中で、上昇トレンドが昨日見えましたので、エントリーをしたわけなんですよ。どこでエントリーしたかというと、やっぱり押し目を作ったところなんで、ここになりますよね。ここでエントリーしていったわけですよ。そして、ここを抜けたらもうちょっと上に行くかなと思ったんで、ここまで見たわけなんですよね。まんまとこういうふうに上がっていったということです。で、ここでエグジットしたのが、午後、1時半から3時ぐらいでしたけども、その後はチャートを見ずに店じまいしました。そうするとね、同じように考えた投資の大口の方が結構いらっしゃったんでしょうね。まあ大口って言ってもね、私もその一人ですけども、勝ち組ですね。いつも勝ってる人は、ここでエグジットしました。結果、ぐーっと下がったんですよ。
で、遅れて入った人がロスカットに巻き込まれて、ここまで落ちていったってことですね。え、ここで揉み合ってるでしょ。だいたいこの揉み合ったところまでで落ち着くんですよ。で、ここからまた緩やかに上昇局面に入ってきました。これ上昇ですからね。全体的にこれ上昇してるんですよ。で、ここが転換したところになってるということですね。で、ここからなんですけども、私はここから大きな流れではセルなんですけども、大きな流れのセルの中でも、局地的には小さい時間軸の中では、倍の方に勢いづくこともあるんですよ。ですんで、倍の方に向かっているんではないかなと思いますが、上髭を出しながら、並んでますよね、ここ。上髭を出しながら並んでる、ローソク足です。あと、ローソク足が徐々に上下の幅が短くなっていきつつ上昇してますよね。この場合は浮力を失って、横に向かう可能性が高いんで、この辺りまで伸びていくっていう考えは今なくなりました。これからは横ばいに向かっていって、どこかでブレイクして、下の方に行くなり、上の方にもうちょっと行くなりすると思います。まあ、下の方に行くんじゃないかなと思いますけどね。そしてここを突き破って、さらに下に行くっていうのが、今週というよりも来週のシナリオかな。そう思いますね。1時間のロソク足あと25本から26本伸びると思われますんで、そうですね、26本というと距離にしてこのぐらいですか。まあちょっとはみ出ますね、だいぶね。ですね、何が起こるか分かりませんけども、来週のために今日金曜日はしっかりと様子を見るってことになります。大筋では横ばいに入ると思いますけどもね。ただ今日中にブレイクすることもあり得るということです。どちらにしてもエントリーする旨味があんまりないんで、エントリーは昨日までで済んじゃったかなと思います。ここからは来週のためにしっかりと見ていく、そんな時間にしたいと思いますね。はい、ということで今日はね、しっかりと講義をさせてもらいました。今日の講義が理解できれば、翌週はかなり有利にやっていけると思いますし、プラスですね、もうすでに利益を出していると思います。で、今日の解説がちょっと分かりにくかった方っていうのは、やっぱりね、今日の場合はね、回数が足りないのと、あと一個はやっぱり基礎的なフォーメーションが入っていないってことだと思います。特にゾーンをはじめ補助線を引く技術がまだの人は、補助線を引きまくってですね、私がいつも引いているものと、まあ、8割ぐらい一致するようになるまでは練習をしてみてください。補助線を引いたねシートを送っていただければ、私なりに採点させていただきます。それでは本日は以上です。こんにちは。メッセージありがとうございます。まあ、速稼塾の久保です。今回はですね、FX のご質問に回答させていただきます。これ結構ね、いい内容になると思いますんで、一般公開でここはね、匿名での返信させていただきます。まずね、メールいただいたときはこういう風な予測が書かれておりました。日足で前回高値超え、上昇、4時間上昇なので、どこかで1時間足が反転してそちらに向かうという目線でした。具体的には110円の455で反転して倍という目線でした。これはね、この読みは正しいんですよ。基本的にはこうなるはずなんですよね。はい、失礼しました。まあ、本来でしたら455で反転してですね、上昇に向かうというふうに考えるところなんですけども、私はね、その週足とか月足っていうのを見たときに、これはここから下落に入るだろうということを、前からね、考えていたんですよ。月足がね、特に、マンスリーですよね。マンスリーが特にね、ここから上昇せずに、下落一辺倒だというふうに考えてるんですよね。特に100円を割るところまでは下落するんではないかなと思ってます。まあ、トランプさんが変わってからバイデンさんに政権が変わって、ドル円に関しましてはずっとね、倍の方に行っていたので、バイデンさんは倍かなと思ってたんですけども、ある時私はその考えを捨てて、セルの方に向かうんじゃないかなというふうに方針を切り替えたと思います。切り替えた後、一回倍の方に向かったんですけども、私はね、やっぱり思い直して、こっからは基本的にセルだろうと思ったんですよ。それが8月に入って、1ヶ月を通じて8月はセルだというふうに、まあ、7月の相場解説などから、もう決めてですね、そっちの方に向かうというふうに考えておりました。まあ、ですんで、本来でしたらこのね、110円455で倍の方に向かうと、通常は考えるんですけども、大きな流れ、一番大きな流れはこれセルに向かうなっていうふうに仮説を立ててまして、この仮説がね、まあどうしてもね、まあ拭いきれなかったと。
結局迷った時はセルの方に行くだろうというふうに思ってたんで、これをまあ軸に考えました。ですんで、110円の455での反転は、まあ、絶対はないんですけども、今回はですね、通常でしたらこれ反転して倍に向かうと思うところなんですけども、でも大きな流れ、これはセルの方に向かってくる、今回はセルに向かうんではないかなと、このまんま、反転せずに下の方に潜っていくっていうふうに考えたんですよね。その後なんですが、これね、放送でもお話したと思いますけども、まあ、4時間だったらね、わかりやすいかな。4時間だとね、110円の350のあたりで、揉み合ってるところがあるんですよ。一旦下に落ちて、揉み合って、で、110円の335を割ったところからぐんと下に行くみたいなね。で、これね、本来したらこれが起きないはずなんですよ。これが揉み合いが起きずに上の方に向かっていったら、トレンド転換が、いつだったかな、110円の770あたりで起きずに、上に突き抜けるという図が頭の中に浮かぶんですけども、これ大きな陰線を出して下の方にね、行きましたんで、これは揉み合うようだったら下の方に抜けるなっていう考えがあったんですよね。で、結局110円の335で、まあ強い確信を持ってですね、放送でも数字を出すってことは相当な強い私確信があったってことなんですよ。もうここ終わったら下の方に行きますよというふうにね、申し上げて、しかも大きな、うねりが来て、そっからずっとセルですよね。まあ今日に至ってですね、反転して109円の、まあどこのくらいかな、195、ちょっと下回ったあたりで反転して V の字を書いてですね、現在のあたりが109円の569あたりまで戻してきてますけども、この後ももう一回下の方に行くんではないかなと思ってますね。まあただしですよ、ここはもう、ちょっとね、利益確定の思いなんですけども、深追いせずにこの辺で私は、ただ見るだけにしようかなと思います。もうすでにね、大きな利益今週は取れてますので、ここまで下がって、ここから根っこからね、100円の573あたりからセルの方に入るよりも、これがぐーっと下がっていって、109円の195を割ってセルの方に向かうようでしたら、108円の775までセルで追いかけようかなと思ってますね。明日もそういう風な相場解説するはずなんですよ。うん。まあ、ですんでね、いろいろと申し上げましたけども、まあ、いろんな要素が絡み合って、今回は110円の455の反転はないなって考えたのが一つです。これちょっともうね、説明長くなっちゃうんで、これは本来でしたらそう考えて倍に向かうって考えるんですけども、今回は月足とか週足をもう数ヶ月前から見ていて、これは、セルの方への勢いが強いから、反転が起きそうなところは起きないっていうふうに決めていたってところですかね。で、8月の頭に、8月はセルの方に行くというふうにもう決断して宣言していたところ。そこが、もうすべてです。それまで理由の積み重ねっていうのは毎日のように言ってきたんで、これをね、一言で言うとこうだっていうのは難しいんですけども、もう申し訳ないですけどね、だからね、なんと言いますかね、明確にこのポイントでこうだってわけじゃなくて、細かいポイントが全部積み重なっていって、もうこれは8月はセルだなと、迷った時はセルだなと、普段バイの方に反転行くところが行かないんだっていうふうなことでやってきましたね。なんか山間みたいなお話になっちゃいますけど、そうじゃないですかね。小さな検証を積み重ねていって、8月の方針が決まり、それが8月の2週目にストライクしたっていうことになりますんでね。ちょっとその辺ご理解いただければと思います。すでに3週目に入ってますけども、3週目、4週目も基本的にはセルで行くと思いますね。だから、瞬間的なバイの方向かいはあるんですけど、それはね、N を変えて勢いをつけて、下に組み上げて下に行くっていうね。まあ、押し目じゃないや。戻り売りの予兆ですからね。うん、はい、で、なぜ自信を持って110円の335ラインを割って下落だと予測できたのかを知りたく思いました。これはですね、だから、このトレンド転換した後に、この揉み合いがあったから、その揉み合いを割るようだったら、果てしなくこれは下がるというふうに考えたんですね。なんかね、一緒にチャート見ながらこうやって指差しながらやりたいんですけどね、こういう時に。考えるのは、日足表示で見ると、ひげ抜きした程度でさほど上昇更新してない。日足レベルを押し、安値を更新しているなどが、下げ目線のゆえんですかね、ということで。見方は本当これ正解なんですよ。これ全てが。ね、正解なんですけども、私は、この正解をあえてね、別の要素で違うと思って、なぜなら、月足とかね、
その、まあ、月足ですね。月足が大きな流れで下の方に向かっている。でも上の方に向かう要素がないっていうふうに判断したんですよ。それは、これ1月からね、8月までの積み重ねでそういうふうに考えたんですよね。だから理由は1個じゃないんで、とっても言いにくいです。すいません。でもまあ、月足を見たときに、1ヶ月の方針っていうのは考えないといけないですし、週足を見たときに週の方針っていうのを考えなくてはいけませんし、毎日日足を見ますんで、その日の方針を上か下か見ないといけないですよね。まあ、そのほんと積み重ねなんですよ。説明しにくくてすいません。なんかね、どう言うんだろう。まあちょっとね、すいません。スクリーンショットの方をご覧いただければと思います。じゃあ、解説の方を始めますので、いつものように画面を切り替えていきます。これ、4時間なんですけども、トレンド転換が起きてるの分かりますかね？トレンド転換の起きてるところは今までも説明しましたけども、ここと、ここと、ここなんですよね。大きな流れがずっと下から来て、ここで転換して、もう大きな流れで下の方にもう一辺倒に進むと。そして転換が起きたところでまた大きく上に行くというところですよね。で、ここでまたトレンド転換起きてますので、まあこれはね、大きく下に行くんだろうな。基本的には、もう上にも行くんだけども、でも下の圧力が強いというところですよね。まあこれだけで、110円の335でのエントリーの理由にはならないんですけども、基本的に迷ったら下の方に行くだろうなっていうのをざっくりと4時間では考えておりました。そして問題はここなんですよね。ここ。揉み合いが始まってるでしょ。揉み合いを十分抜けたポイントが110円の335だったんですよ。ここね。で、揉み合いは下に抜けるというふうに私は考えていました。上に行かないでもないんですけども、上に行ったところでね、結局叩き落とされて、下の方に行くというふうに考えたのは、トレンド転換起きてるから、もう下の方に行く流れの方が強いんですよね。ここと同じですね。ここと。トレンド転換起きちゃってるんで、上の方に行くにしても結局下の方に大きく連れ戻されるっていうね、流れですよね。だから、例えば、ここで、セルをかけて、一瞬上昇したとしても、別にロスカットをしなくてもね、そのうち戻るだろうっていう、そういうふうな考えはありました。まあもちろんね、ロスカットをしないとか、ロスカットを放置して反転を向かうっていうの、反転を期待するっていうのはすごく危険なんで、放送では言えないですけどもね。でもトレンド転換してるわけですから、じゃあ上昇して、ここを抜けて上の方に行くんですかって、それはないわけなんですよ。まあですんで、高い確率でセルをやっとけば負けないっていうのが、ここの流れなんですよね。じゃあちょっと別の時間軸見ていきましょうか。あ、ちょっと1時間見ましょうか、1時間。これ1時間軸なんですけども、ね、トレンド転換をしたのがここですよ。さっきの4時間で説明したように。で、下がっていって揉み合いがここ始まってますよね、横ばいで。ね、で、そうすると価格ってのは110円の345で、切り板なんですけども、110円の345でそのまんまセルかけると、ここみたいにね、やっぱ上の方に上がっていってロスカット食らっちゃうんで、私は110円の335を割って下の方になお行くだったらエントリーしようと思って、この辺りで待ち構えてたわけですよね。で、そうすると、滝が落ちるようにうわっと落ちて、一旦 N を書くんだけど、また落ちてみたいなことになりましたよね。やっぱ思った通りだなっていうところでここまで来たということですね。で、同じようにこれ揉み合いが始まったんで、この揉み合いはですね、私もう一回下に行くと思いましたけども、これ解説したように、一旦上に行って、さらに強い勢いでもっと下に行くみたいなことも考えられるんで、エントリーはしませんでしたよってことを、エントリーはしませんよってことをお話したと思います。で、これがね、デイリーだったかな。デイリーですね。デイリーを見ると、デイリーのトレンド転換、ここで起きてるわけなんですけどね。まあ、ここでもトレンド転換ですよ。ここでもトレンド転換ですよ。下の方に行く流れがあって、上の方に行く流れがあって、転換しちゃったんで今度また下の方に行く流れができてるんですけども、下落の中でも、上の圧力っていうのはこういうふうにね、ここで抑えられてるんですよね。それに控え、この下の圧力っていうのはどんどん広がってきてる。要するに、売りに行く余地がどんどんこう広がってるっていうふうに見てるんですよ。まあ、でも、110円の445で反転することはね、大いにあったわけなんですよね、ここ。私も今回別の場所で起きていたら、この辺りで反転っていうふうに考えたかもしれません。しかし、前々から月間で売り、週間で売りっていうふうに、その辺はもう固めていたんでね、まあ、細かい動きは4時間、出入り、1時間であったにしても、どっちかなと思ったら、どちらかというとセルにした方が分は良かったっていうふうに考えてますね。それで月間を見てみましょうか。
月刊誌なんですけども、これを見てセルの方向に向かっているっていうふうに私はもう決めていたんですよね。もちろん横ばいなんでね、突き足はさすがに横ばいなんで何とも言えないところはあるんですけども、まあ私はね、本当100円割ってこういうふうになるんではないかなぐらいは考えてたんですよ。このボックスを書くんではないかなとね。で、肝心なのがこれ、少しずつロウソク足が下に向いてるやつってのは強いんですよ。で、瞬間的にこういうふうにね、上昇したやつってのは、この大きな陽線で上に行ったやつってのは、また小さなロウソク足によってどんどん下がっていくというふうに思うんですよね。だから小刻みに下がっていくならそちらの方が硬いし、小刻みに上がっていくならその方が硬いし、急騰してグーンっていくやつはそっから徐々にまあ逆方向に行くっていうふうに私考えてるんですよね。まあですので、そう言うと、これは急騰して上の方に行きましたから、長い時間をかけて、こっちの方に向かっていくとも思いますけども、このあたりっていうのはね、協調介入がかなりあった時なんで、特別な場所だと思ってるんですよ。そうそうないと思いますよね。日米の協調介入で、あれでしょ ?1 ドルが74円とか5円だったものを、無理やり100円の方に持ってって、その後政権が変わって、日本は、安倍政権に変わって、まあね、円安の方に触れていったってことですよね。で、今、また、株価の強制買い取りかなんかわかりませんけども、なんかアベノミクスの残像によって、またね、少しずつ、円高に向かっているのかなっていうところですよね。難しいところですよね、この辺はね。はい、というところでね、十分な説明にはなってないと思いますけども、本当これはね、毎日見たからこそなんですよ。毎日見ているからこそなんですよ。ですんで、ここでまとめてこうだよってのはなかなか言いにくいんで、本当に日々積み重ねることが大事だと思います。ただ、それでもね、なんとなくまとめて言うとすれば、いつもだったら110円の455で反転して上昇っていうプランを私も立てると思いますけども、全体的に流れがセルなんで、いつもとは違う選択をしなければならないという、その勇気がいったっていうことかなと思いますと、あと一つはトレンド転換を起こして、その後揉み合いが何回も言いますけど、揉み合いがあったでしょ。これっていうのは大きく下に下がる予兆だっていうのは、まあいつものパターンで感じていたところなんですよね。もちろんカリキュラムの中にもこういうの入れてると思いますけども、トレンド転換した後の揉み合いはトレンドの方向に行くってやつです。だから戻っていくってことはないんですよね。トレンド転換しちゃったわけですから。で、仮にこれが上の方に行ったらトレンド転換間違いで、今度はね、トレンドの方向、さらに前のトレンドの方に向かうってことだったんで、どん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 上昇していくっていうふうに方針転換を大きく。するってことになりますね。はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。